おはよう。おはよう。ということで朝になってしまいました。いやマジで今朝起きるのきつすぎて笑っちゃうくらいきつかった。もっと寝てたい。おはよう。おはよう。ちょっとごめん、カフェオレだけ入れてきていい？忘れてた。みんなカフェオレを入れてくるから待っててくれ。コーヒー豆多すぎたかも。めっちゃ濃いコーヒーできそう。まあいっか。お待たせ、みんな。私のカフェオレタイムが今から始まります。おはよう。サリーの歌好きです、ありがとう。カシュルクまだ全部見てないけど、さやかちゃんのとこまで見た、圧巻でしたね。いやありがとうございます。皆さんに褒めてもらえるととっても嬉しいです。おはよう。今日もとっても可愛いよ。すっぴんだけど大丈夫ですか？今週は体力使った。気づいたらこたつで寝落ちした。こたつは寝落ちするよね。おはよう。あよー。コーヒーは、あ、コーヒーっていうかね、さ、カフェオレなんですよ。ブラックあんま好きじゃなくて、あ、飲めないことはないけど全然飲みたいと思わないって感じ。おはよう。お話し会楽しみにしてるね。お、待ってます。待ってます。先に今日は髪の毛直そっかな。お話し会ね、先週もやったのでマジで1週間あっという間すぎて、あの、衝撃。先週やったってことはもう1週間だったってことじゃないですか。もう1週間経ったの、衝撃的すぎて。え？マジ？なんか今日ゆえなちゃんから今日寒いから気をつけてって LINE 来てたんだよな。今日はじゃあ足出さないで行こうっとロングスカートとかにしよう。
あよ。でもヒートテック着てくと会場寒そう、暑そうかな。前回会場めっちゃ暑かったんだよな。ちょっと考えます。うん、あよ。髪の毛なぁ、遅っ。今日はお話し会の後も仕事あるからちゃんと髪の毛やってかないと。外で寒そうな風が吹いてる。マジ？あいよん。え、ヒートテックちゃんとあったかい。すごいすごいよ。なんか今までさ、ヒートテックのこと信用してなかったけど、今年からヒートテックを着るようになってちゃんとあったかいと気づいてしまいました。あいよん。あれ、もう寒波って来てるんですか？なんか来週から寒波来るよって何日か前に言われたんですけど、今日は別に寒波はまだそんなにちゃんと到達してないけど、ただただ寒い日ですか？それとももう到達の片鱗が見えている寒さですか？どっちなんだろう。おはよう。もうやっと冬って感じか。おはよう。富山朝うっすら雪。あら、なんと。おはよう。めっちゃ眠い。今回の寒波は西日本とかの普段寒くならないとこが寒くなって大変だし。あ、そういうこと？じゃあ別にそんなビビんなくていいってこと？おはよう、しけんさん、おはよう。しけんさん、おはようございます。京都雪降りました。うお、京都ってさ、盆地だからさ、めちゃくちゃ寒いですよね、冬。大変だ。寒いけど雪はあんまり降らないのかな、本当は。あんまり降らない地域が雪降ると大変だよね。エンカル撒いたりするんかな。車錆びるんよ。おはよう。声カスカスやねんけど、えぐい。おはよう。待ってさ、今日さ、この眠気ってことはさ、明日マジで起きんの絶対つらいよね。ビビるぐらいつらい気がする。今日は帰ってきたら頑張って早く寝ようと言いつつ、今日お家帰ってくるのめちゃくちゃ遅いから早く寝れないんだけど。おはよう。まああれやな、明日はもう終わってから爆睡っていうスタイルになりそう。
お話し会が朝終わるからさ、朝ってか昼ぐらいか。さっきお話し会の後にお仕事あるのよ。そうなの、珍しいんです。おはよう。急遽昨日入りまして、よかった、ご飯の予定とか入れてなくてと思って。おはよう。まあまあご飯の予定最近入れてないんだけどね。おはよう。かわいい、ありがとう。みんな優しいんだから。おはよう。みんなおはよう。やっほー。あ、待って、ちょっと待って。失礼。鼻むずむず大臣になっちゃう。おはよう。花粉来てますか？あ、いや普通に、あれだと思います、ハウスダストアレルギーだと思います。なぜかというと最近部屋の掃除全然してないからです。花粉症ないんですよ。でも別に普通にハウスダストアレルギーあるから常にくしゃみしてるみたいなところはある、花粉じゃなくて。だからなんかさ、花粉症の人って外出してる時とかが一番その多分くしゃみしたりするやん。家の中とか建物の中が一番くしゃみ出る。そう、掃除しないと。ちょっと毎日劇場公演とかでちょっとここに数日お掃除できてないから絶対ホコリ溜まってる。明日絶対掃除するんだ。明日お話し会から帰ってきたらお家をピカピカにします、絶対に。おはよう。そう、部屋の中で動くとくしゃみ出る。部屋の中で 何かのものを動かすとね、大体ね鼻むずむずしてくるんですよ。ちょっと軽い模様替えとかするときにうっかりマスクを忘れるとすごいね、あー鼻痛いってなる。おはよう。おはようございます。むずむずするよ。私の汚れメーターが反応してる。いや今日土曜日か、そうかそうか、お話し会はまあそうか土日か。帰りの電車混まないといいな。遅すぎて混まないか。体
勤ラッシュって何時から何時が一番混むんだろう。あ、いや、朝から1時間除雪してきた。おお、雪国だ。雪国の生活だ。懐かしい。数回しか手伝ったことないけど、雪かき。おはよう。朝の太陽見るとくしゃみ出る。でなんかその人間眩しいとこ見るとくしゃみ出やすいですよね。だからなんかあくしゃみ出そうで出ないかもって時にパッて眩しいところを見るとくしゃみ出やすかったりしますよね。それはいつもそれやります。あ出そうで出る出る出そうだけど出なさそうみたいな時あるじゃん。めっちゃ出してすっきりしたいのにちょっと出なさそうみたいな時パッて明るいとこ見る。おはよう。夕方は朝よりも時間帯集中しなくて分散するかまだマシじゃない。いや結構やばい時あるけどな。帰り帰りの方がやばいなって思う時多い。多分ね帰りの方が退勤ラッシュに合う確率が高いのよ。朝の通勤ラッシュの時間に集合のことが多分そんなにまあ、多くはない。あるけど。あや。あるけど、そんなに多くはない。でも、退勤ラッシュにかぶることは、非常によくある。から、夕方の方が辛いなって思うんだろうな。おはよう。日によって集合時間が違うがゆえのねあれですね。通勤ラッシュに合う時間に集合することは、ま、多くはないからな。あるけど。おはよう。もう髪の毛直すの飽きた。衝撃。髪の毛直すの毎日毎日やってるもんで。飽きてきちゃった。キューブ終わりの翌日一部スタートの鬼シフト経験あります。えめっちゃよくやった。最近ないけどそれこそめっちゃあった。一時期なんか逆だったらよかったのにって思ってた。ずっとせめて。でもなんなら今日はキューブ終わりの人と同じくらいに仕事終わって明日一部からだから絶望してる。毎朝跳ねるから直すの大変。いややっぱそうだよね。専属ヘアスタイリスト雇うしか。えマジでもう毎日美容院に行ってセットしたい。お話し会の時地メイクが本当に苦手だから顔はいいんだけど顔をメイクするのは別にいいんだけどさ。
ンカーありがとう。すっごい救急車。お大事に。でも自分のヘアセットもっとちゃんとできるようにならないといけないよね。今後さ、私がアイドルじゃなくなった時困るんだよな。てかアイドルの時も困ってんだけど、すでにもう困ってるんだけど、普通にプライベートで遊びに行く時さ、いつも微妙な髪型してんだよさ、やばいよね。まあ仕事じゃないし誰に見られるでもないからみたいな。どうするんですかそんな。ではでも正直さ、例えばファンの人に可愛いって思ってもらえればなんかいいからさ、結局お仕事の時に綺麗であればまあいいかって思っちゃうんだよな。おはよう。おはよう。ジメイクツライン号。ちょっと上達したい。でも練習しないといけないんだろうな。でもさは練習をしないからいけないんだろうな。おはよう。さらに私から2月12日一部外れたんだが、なぜだろう。予定枚数をもしや超えたのでは。でも一部がそれは珍しいね。一部って一番こう人が来にくい時間帯なのに。やばい、静電気めっちゃ帯電してる。帯電しているのを今感じている。初見です。初見さんありがとう。髪伸びたな。一番好きじゃないシルエットになってきちゃった。まあどっちにしよう。おはよう。どっち耳かけにしようかな。最近右耳かけの方が多いから今日はこっちにしようかな。こっちかけにしてみます。おはよう。どのくらいまで髪は伸ばすの？もう限界まで。本当は早くもうロングにしたいからエクステつけたい。さあもうめちゃくちゃエクステつけたい。嫌になっちゃったこの長さ。でもエクステつけると地毛がさすごい好かれちゃうからスカスカになるんだよな。それが嫌なんだよね。
エクステね基本長さでね値段は変わんないけど、なんか超スーパーロングみたいなやつがあって、それはなんかね高かった気がする。でも基本的に一緒、なんか元のエクステの長さから切って、長さそのしてほしい長さにしてもらうから値段一緒っすね。はあ、早くロングになりたい。でもさえは絶対自分はロングの方が可愛いと思うんだよね。可愛いと思ってか、自分が好きなのは絶対ロング。なんで髪の毛切っちゃったんだろうね。人生後悔ばかりでございます。おはよう。みんなおはよう。よっと。前髪うまくいかない、助けてん、助けてん。おはよう。こんなもんかな。おはよう。よいしょ。前髪巻くのめっちゃ下手やで。たまたまうまくいきました今日は。奇跡。おはようございます。こんにちは。ちょっとオイルをつけて髪の毛をなんかいい感じにします。よいしょ。おはようございます。できた。ああ、手がすごい油っぽい。
みんな蹴ってきた。二度目まして、おはようございます。おはようございます。よいしょ、お腹空いてきちゃったね。でも絶対お話し会の会場にお弁当あるから食べないで行かないと、食べ過ぎちゃうのよ。よいしょ、こんにちは。2019年の唇フレーズの時の髪型、あの高見菜さんのポジションだったから高見菜さんっぽい髪型してた気がする。あの日めっちゃ高いなんか ポニーみたいなやつの日ですよね。ハーフアップだったかな、忘れちゃったけど。そう、今日何弁当か非常に楽しみ。ちょっとコーヒーカフェオレ飲み終わって、今は水が飲みたいのでちょっと新たなコップを持っていきます。新たなコップっていうか、これを洗えばいいか。こんにちは。水うまー。こんにちは。ということで髪の毛ができたのでメイクしていきます。普通逆なんだけどね。でちょっとあまりにも寝癖がすごかったんで先に直しました。よいしょ、ちょっと羽ピンで癖つけとこ。メタモンの登場。お弁当はね、お話し会の時は毎回3種類ぐらいご用意していただいてます。それをみんなが好きなの選ぶよみたいな。でも後から行く人だとね、もうなんか人気のやつなくなったりしますね。早い者勝ちだからね。だから明日選び放題だよ。一部からいるから。明日選び放題。今日はちょっと運が良ければ全部残ってるって感じかな。ということで今からメイクしていきます。これがすっぴん。すっぴんは結構顔薄めです私。でもちょっとそれみんな肌マジ綺麗になったと思わない？マジで肌綺麗になったことが嬉しすぎてずっと言ってる。嬉しすぎてずっと言ってるんだけど、ちょっとごめん、スポンジ洗ってきていいですか？昨日使ったからちょっと一旦洗ってきていい？これさ、ちょっと見ててほしい。これスポンジケースにさ、今この状態よ、このスカスカの状態ね。水吸うとこいつパンパンになるからさ、ちょっとしっかり洗ってくる。みんな待てて。こんなちっちゃいのにね、すんげえ膨らむんだなこれ。ちょっと待っててみんな。あ、落としちゃった。ちょっと待って。
待たせ。こんにちは。でかくなった。こんにちは。うわ、今来てくれた人びっくりしたよね。全然いないんだけどって。もちもちの大きいスポンジになりました。かわいい。スポンジかわいいんだよな。ちなみに、よいしょっと、こんにちは。ちなみにケースに入れるとパン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 になります。衝撃的なサイズ。すごくない？マジでスポンジすごいと思う。膨らみ方が尋常でない。こんにちは。さあメイクしてこーっと。こんにちは。なんかファンデーション塗んなくてもいいぐらい肌綺麗にしたいよね。いるじゃん、たまにファンデーション塗らないんですみたいな。肌綺麗すぎて。俺のお腹と一緒だ。え？もちもちってことですか？スポンジと一緒やったら。こんにちは。いいな、さえももちもちの肌になりたい。もちもち。なんかあのボディクリームの CM とかでさ、吸い付くような肌みたいなあるじゃん。あれになりたい。めっちゃ乾燥肌やからさ、無理なんよ。サラサラなのよ常に。いいなーって思う。でも最近なんかさ、肌綺麗になったけどさ、マジでなんで肌綺麗になってるかが分かんないからさ、そのモロハの剣、肌が綺麗な理由が明確であればさ、それを続けようとかさ思うんだけどさ、マジでなんで綺麗になってるか分かんないから、その逆に何が原因で肌荒れるかよく分かってないからさ、めっちゃ怖いよね。いつ肌荒れが襲来するのか。こんにちは。怖いでやんす。おはようございます。こんにちは。こんにちは。カサカサの肌にハンドクリームは寝る前にユースキンを塗って寝てます。ユースキン塗って寝るとね、マジで終わってる指でも次の日はね、あの潤う。こんにちは。遊びに来てありがとう。舞台で肌が活性化。でなんか舞台の時にもう本当に、まあ、舞台用のメイクって濃いからさ、すぐ落としてたの。もう終わってすぐメイク落とししてたから、なんか絶対やっぱメイク長時間してるのって肌に良くないんだろうなって思った。いやし、まああと食生活なのかな。なんか油っぽいものめっちゃ食べてた時めっちゃ肌荒れてたから、
やっぱ油って体にあんま良くないんだなって。太るし肌荒れるし。でも油っぽいものって美味しいよね。それ困るよね。なんかさ、体にも体に悪いものはやっぱまずくあってほしいよね。なんで体に悪いものってあんな美味しいの？おかしいじゃん。暴論。衝撃の暴論言ってる今ずっと。体に悪いものってうまいよね。びっくりするぐらい。よいしょ。油ないとカサカサになる。そのまあそれは適度に、その油を一切断つのは逆、体により悪いけど。でもさ、普通に生活してたらさ、勝手に油って取ってるやん。大抵のさ食事はやっぱ油使ってるからさ、炒めたり焼いたりするときにお肉にも油って入ってるし。だからやっぱ油っぽいものを食べるのは肩、油分肩なのよ。揚げ物とかを食べちゃうのは。ね、オリーブオイルとか MCT オイルは体にいいよね。ごま油も体にいいらしいですよ。 MCT オイルってさ、多分口にしたことない。なんかその味しないって言うよね。マジでムーミーみたいな。だからそのお味噌汁とかに入れても邪魔しないみたいな。こんにちは。だから基本的になんか何かを焼いたり炒めたりするときに敷く油はオリーブオイルにしてます。まあ、中華作るときはごま油にしちゃうけど、ごま油も体にいいらしいですからね。油性で乾燥肌はどうすればいいのか。そう、なんかその混合肌が一番大変っていうよね。でもなんか乾燥して肌がうわ乾燥してんのやべえわっつって油を出すらしいので、結局保湿するのが一番じゃないですか。そう、なんか乾燥を肌が察知すると乾燥を防ぐために油を出すんだって。やっぱ保湿が一番よ。こんにちは。ごま油はサラダにかけるとうまい。したことない。実際はオリーブオイルの風味があんまり得意じゃないので、その炒めたりするのはいいんだけど、あのプレーゼにかけたりするの苦手。あの完成したものにラストオリーブオイルで風味付けみたいなやつはすごい苦手なんですよ。それこそサラダにかけたりとか。こんにちは。すごいね。でも MCT オイル積極的に摂取してるのは意識高いね。素晴らしい、素晴らしいこと。こんにちは。エアコンつけると肌や喉乾燥しませんか？なんかもう喉はなんか乾燥しなくなった。エアコンごときでは、あのエアコンつけて寝たりしたら死ぬけど、そのもう寝るときに消しちゃえば全然なんか余裕になりました。まあミュージカルやってるときとかはちゃんとマスクして寝てたけどね、さすがに。次の日もし枯れてたら迷惑かけちゃうから。
や普段はもう全然普通にしてる。まあでもこの時期はもう普通に部屋が乾燥してるから部屋干しして加湿してる。加湿器あんま好きくなくて、なんか衛生的に信用してないから過激派だから家ではあんま炊きたくなくて、部屋干ししてる。まあ洗濯した日しか、かあの潤ってないんだけど部屋の湿度そう。眠い。まあでも今なんかあんま湿度が低いことに悩まされてないな。なんか明らかに喉強くなってる年々。でもこの前飛行機には負けたけど、だから飛行機の中で寝ちゃって、私寝るとき口開いちゃうっていう癖があるんですよ。絶対に口呼吸してるんですよ寝てるとき。だからそれで行かれたね飛行機で。マスクしてても勝てなかった飛行機には。悔しい。こんにちは。今日は死ぬほどのんびり準備してます。普通に2時間ぐらい配信しようと思ってたんで、死ぬほどのんびりしてます。いつもはこんなにメイクに時間かかってないのにこんにちは。飛行機長時間乗ると肌パリパリに乾燥する。やっぱ乾燥してるよね飛行機の中ってね。海外へのフライトとかやばそう。寝るとき口開かないようにするテープね。あ、持ってる持ってる。でもあれ逆に唇が荒れるんだよね、肌が弱くて唇めっちゃ荒れた。乾燥防止テープ貼ってたら。だから最近つけてないや。よいしょ。そうなのよ、あちらが立てばこちらが立たず、すべてを OK にするのはなかなか難易度が高いでござるな。こんにちは。まあでもマスクしてねんのが一番だよね夜寝るときは。こんにちは。うわーマジでお腹すいた。
飴でも舐め食べながら寝れば乾燥しないんじゃないかな。死ぬわ窒息で。そう一回やってみ、自分でバカなこと言ったなって気づくから。死ぬって。寝かけた時に喉にの飴グッて言って死ぬから。喉ヌール塗れますか？あ、使ったことないんだよね。なんか今後大事な仕事の前に飛行機乗んなきゃいけない時とか、喉使う仕事の前に飛行機乗んなきゃいけない時、まあ今後ほぼないと思うんですけど、もうジョーマイラボ終わったから今後ちょっと試してみる価値はありそう。喉ヌール塗れますか？気になってはいたんですよ。すいた。昨日あんなにお弁当ちゃんと食べたのに、消化が早いなって思ったけど、別にもう10時間12時間ぐらい経ってた最後の食事から。なんかみんな今日は風が強いとおっしゃっておりますな。風強いとさ、体感温度めっちゃ下がるよね。めっちゃ寒く感じる気がする。嫌だね、髪の毛崩れるし。服バサバサなるし、寒いし。雨じゃないや、風は大変なことの方が多いよね。お腹空いてるのよ。そう、めちゃくちゃお腹今空いてんのよ。どうやったら痩せれるんだろう。マジで食べても太らない体になりたかった人生。今からでも変化しないかな。ギャル曽根さんみたいになりたい。信じられない量食べても太らない体に。マジ世の中の大食いの人ってどうやってるんだろう。やっぱりある程度は才能なのかな。才能だろうな。こんにちは。やっぱ夜お米食べないとか地道な努力だよね。でも夜って炭水化物取りたくなっちゃうんだよな。強い気持ちを持たねば。ちょっと頑張ります。体質はもう持って生まれた才能じゃないですか。夜と朝にお米抜いたら1ヶ月で5キロ落ちました。うわーすごいな。でもその元の体重にもよるっていうじゃないですか、その痩せやすさみたいな。今の体重から落とすのが本当に辛くて、本当に辛い。ちょっとさえもそれしよう。夜お米抜こう。最近朝食ってないんで、昼ちゃんとしっかり食べて、夜はお米を控える。うわー、私にできるのかしら、そんなことが。頑張ろう。こんにちは。運動ですね、消化を良くする。でもさ、劇場公演っていう運動をさ、すげー定期的にやってるわけですよ。劇場公演消費カロリー一回測ってみたい。とんでもない消費してそう。動き激しいし。だからさ、運動習慣は絶対ある方なんだよね。公演も出てるしさ、
レッスンも定期的にさ、なんかやってるしさ、何かイベントとかあるたびに、しかもさ、1日1万歩ぐらい歩くしさ、絶対ある方なんだよな。もっと増やさないとダメなのかな。運動嫌いすぎてやばい。内ももの筋肉でもなんかやっぱスクワットがいいっていうよね。こんにちは。おはよう。フードファイターはシーズンオフには胃が小さくなる。ね、やっぱその鍛えるっていうよね。大会の前にはいっぱいご飯食べて胃を膨らますとか、めっちゃ水飲んで胃を膨らますみたいな。やっぱあれも努力の結晶よな。こんにちは。ああ、逆立ちはね、あれです。なんだろう、あれは壁があれば。壁倒立なら、たまにできます。いつもできるわけじゃない。いつもできるわけじゃないんだけど。こんにちは。さっき炭水化物抜きは NG とテレビでやってた。そりゃそうよ。全食炭水化物抜いたらそれ良くないのよ。こんにちは。お話し会推し変更できるのですか？今日ね、確かできるはずです。推し変更できる気がする。推し変でか、推し増しか、推し増し制度って名前ですけど、今日できると思うよ。こんにちは。声カスカスになっちゃった。でもここ1週間ぐらいさ、明確に測ってるわけじゃないけどさ、なんか1000キロカロリー、1200キロカロリーくらいで食事生活してるはずなんですよ。めっちゃ厳密に計算しないんだけど、おおよそ。太るわけないのに太ってんだよね。おろろろろ、基礎代謝ぐらいしか取ってないはずなのに、マジで不思議。痩せにくい体質すぎて謎。こんにちは。栄養の吸収率めっちゃいいんかな。こんにちは。ちょっと頑張らにはならんですね。おやつはほぼ食べてない。マジでたまに、最近一番直近で何食べた？お菓子。昨日のランチでちっちゃい杏仁豆腐食べた。おやつでもない。おやつではない可能性あるけど。でも食べ物もさ、変なもの食べてないんだよね。揚げ物とかは別に、お弁当に入ってたらちょっとつまむぐらいはするけど、爆食しないし、普通に定食みたいなやつを食ってるだけなんだけど、
通の定食ダイエットは太るってもうさ向いてなさすぎじゃない？生活。泣いた。えん、頑張ります。歌唱力良かった。ありがとう。いや皆さんには良い結果を報告できず大変不甲斐ない。まあでも今回はね正直自分では無理やと思ってたんで、マジで落ち込むとか1ミリもなかった。そりゃそうみたいな。毎日どのくらい？1万歩くらい。1万歩くらい歩いてます。平均1万歩だからさ、やばい日は全然もっと歩いてる日とかもある。そう、よいしょ。昨日の疲労が残ってるよ、体に。めちゃくちゃ残ってるよ。あとお腹空いたよ。お腹が空いたよ。あと最近ね、エスカレーターじゃなくて階段を使ったりとか、電車の中でできるだけ立ってみたりとかしてる。座らずに。チリツモかなってちっちゃい努力してる。チリツモ。エステはそれほぼ行ったことないっすね。よいしょ。僕と行ってから気になってます。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ気になるから押しちゃおうかなに昇格できるように頑張ります。頑張ります。こんにちは。プロテインは箱買いしてあるので、劇場公演の日とか運動今日したなって日は絶対飲んでます。いやもう健康オタクだからさ、そういう知識だけは無限にあんのよ。こんにちは。ただいま除雪真っ最中。あら雪国ズームの方だわ。雪国済みの方だわ。プロテインは筋トレ後、筋トレ後とか運動後ですね、飲むのが基本的に。よいしょ。むむむむ。
やマジで舞台の稽古の時が一番痩せたな。あの時の生活すれば絶対痩せれるのに、あの時の生活ができない。追い詰められないと痩せれないな。そんだけ情報氾濫するということは定説はない。ダイエットってさ無限にあるよね。炭水化物は取らん方がいいとかさ、いや取った方がいい、脂質は取らない方がいい、いや脂質だけのダイエットもあるみたいなさ。結局どれが自分に合ってるかを見極めることが大事じゃない。多分痩せる方法って5万とあると思うんで、それがまあ自分に合ってるか合ってないかの、それだけみたいなところはあると思うんですよね。合ってるダイエット法を探したいです。こんにちは。なんかね、分かりやすくもうこうしたら絶対痩せますだったらめっちゃ楽やのに、そんなのないから、こう永遠の悩みなのよ人類の。そうそういうことやね。初見です。初見さんこんにちは。オカリナは食べないって言ってました。だからそのなんだろう、食に何だろう、無頓着が一番ダイエット成功の秘訣やと思う。さやは食がストレス発散だからそう終わってる。そのもうメンタルから負けてる。ご飯以外のダイエットじゃねえや、ストレス解消法を見つけるところからスタートやな。さよ、それが一番大事な気がする。それが一番むずいのよ。音が大きいから 4,5 キロはすぐ減らせます。すげえ、すごいな。素晴らしいね。うわー、今からさ、こっから5キロ落としたらマジで最高なんだろうな。絶対に無理自分で思う。絶対に無理だと分かる。よいしょ。ちょっと本当に前鉄根までに頑張りたいんだよ。そう、あと1ヶ月しかないからね。なんだっけな、1ヶ月でさ落としていい体重って体重の何パーセントだっけ。忘れちゃった、忘れちゃった。食事はエネルギー補給の時間なので全く無頓着。マジでそれ最強。ちょっとさえもそのメンタルにする、そのメンタルになるにはどうしたらいいんだろうね。生きるための食事っていうメンタルになりたい。娯楽の食事ではなく生存のための食事になりたい私はそのメンタリティになりたいな。麺類やめて1日3食ご飯 80g にしたら2ヶ月で7キロ。すごい。麺類ほぼそもそも食わんなあれ、麺ほぼ食べないまさや。しかもさ、自炊するとき米食わないしな。
やっぱ夜食べるのが一番いけないんだろうな私。ちょっと夜我慢したら絶対痩せるはず。頑張ろう。軽い人がそんだけ減らしたら危険信号。でも1年半前はまあその舞台の稽古で激痩せした時なんですけど、今よりね5キロ6キロぐらい痩せてたんだよね。まあその時明らかになんか体調悪かったけど気力だけで生きてたみたいな時代があったんですけど、体重の 5% 以内ってことはって今サイが口に出したらサイが何キロかバレるってことでしょ。 5% って10分の1して半分にするのが一番計算楽か。まあ2キロとかか。もっと落としたいな。こんにちは。あ、そうだから菓子パンは絶対にダメだからさ、今パン禁止令自分に出してんのそう、私今パン禁止令自分に貸してるんだ。食べていい炭水化物は米もしくはそばだけにしてるの。まあそば一回も食べてないんだけど、ルールとしてそばを入れてるけど、そば一回も食べてないんだけど、まだ。しかもトカチそばオンリーっていうルールをしてるけど、一回もまだそば食べてないね。まず買ってくるところ、あ、待って、家にそばあるわ。明日はお弁当があるから明後日とかそば食べようかな。そう、痩せたいんだよね。あ、そう、最近ね朝ごはんっていうか昼か、うん、うん、家でご飯食べるときはだいたいオートミールですね、炭水化物。こんにちは。夜を減らすのがマジで苦手でそう、夜一番食べたくなっちゃう人間として。あかんな、ほんま。こんにちは。そばがいいって言われたらうどん食べたくなる。でうどんもさ消化にいいからさ、その別に悪いわけじゃないんだよね別に。食パンは塩分と糖分がやばい。まあ、糖分はそんなでもないな。まあまあ砂糖入れるな。うん、まあまあ入れてるわ。レシピを知ってるがゆえの、あの絶望が今あったわ。食パンはっていうか、まあ基本的にさパンは砂糖がいっぱい入ってる。あのあれ以外、フランスパンみたいなハードパン以外は結構砂糖入ってる。バターも入ってるしね。で小麦粉やし、結構やっぱ魔の食べ物ですよ。美味しいんだけどね。よいしょ。こんにちは。昨日の歌唱力で見たけどさらに足綺麗だね。ありがとう。
衣装着てる時の方が綺麗なんで、衣装着てる時の私もぜひ見てください。なんかね、足はあんま太んないんですよね。なんか膝から下がめっちゃマジで変わらない。体重を減らそうが増やそうが膝から下は全然変わんないっす。膝から上はある程度太ったり痩せたりしますけど。腕もね、なんか肘から先はめっちゃ細いんですよ。足首手首はめっちゃ細い。太んないね。その中心部につくんだよ、さやは。太ると顔とお腹と太ももと二の腕みたいな、その体の中心の方にお肉がつくから、それが嫌。よいしょ。パンの作り方知ってるからね、怖いのよ。だから大抵の食べ物の作り方さ、なんかもうなんとなくは分かるからさ、いろいろ作ってるから、ああって思いながら食べる。お弁当とかに入ってると、ああこれやばいやつやんって、食べるんかいっていうねこんにちは。衣装はやっぱりその衣装さんが、メンバーがいかに輝くかを考えて作ってくれてるから、やっぱその綺麗に見えるスタイルとかも衣装さんの力よ、ほんまに。まつげが上がりました。こんにちは。でさ、ちょっと疑問なんだけどさ、高血圧が良くないとよく言われるじゃないですか。高血圧の人はそのお医者さんに食事を改善しましょうねみたいな、よく言われると聞くんですよ。私、低血圧ってさ良くないのかな。でも別に低血圧はそんな気にするほどでもないのかなっていうのを最近ずっと思ってんの。さ、めっちゃ低血圧なの。そう、めっちゃ低血圧なんだけど、低血圧のデメリットは別にそんなにない、そんな気にしなくていいのかな。どうなんだろう。まあ平均っていうかさ、その正常値であるのが一番いいとは思うんだけど。そう、あ、でもそれね、朝あんま辛くないのよ。別に朝低血圧とかではないの。一生低血圧だから朝より辛いみたいなところは特にないそう、別に常に低血圧だから朝辛いみたいなのはね、別にね、そんなないんですよね。別にそんなデメリットないのかな、低血圧は。高血圧はさ、そのなんかめっちゃいろんな病気のあれやばいみたいな聞くやんね。そんなに心配しなくていいのかな、低血圧は。だから健康診断行かなきゃ。もう3年ぐらいしてない、やべえわ。健康診断今度行ってくるね。なんか市の健康診断みたいなやつ来てたんだよこの前。その書類どこにしまい込んじゃったっけ。なんでしまい込んじゃったんだろう。行かなきゃなーっつってしまっちゃった。よいしょ。健康診断ね、自分で行かなきゃいけないのがもうめんどくさがりの私、苦手なんです。
学生時代はさ、学校が勝手に組み込んでくれてたじゃん、授業の合間に。あれ良かったな、あれがいい。人間ドックはまだやんなくていいのかな。バリウムみたいな飲んで、うわあれ飲むの絶対苦手だと思う私。人間ドック行くたびに禁止事項が増える。やばいじゃん。日々の生活改めてください。人間ドック35歳以上、あ、そんな上でいいんだ。10年以上じゃ別に行かなくていいんだ。あー、胃カメラね、胃カメラもきついって言いますよね。なんか鼻から飲む方が楽みたいな感じじゃなかったでしたっけ、胃カメラって。いや、わかんない、聞きかじってるだけ。でも私、あ、ちょっと最近1年半ぐらいちょっといけてないんですけど、献血が割と好きなので、まあ、最近行ってないんでちょっと過去形かも。行きたいんだよ、行きたいんだけどちょっとサボってるんですけど、それで定期的にね血液検査をしてたんですよ。だからいいかなと思って健康診断ずっとサボってた。でも今年は行こうと思います、健康診断。鼻からの胃カメラだとドクターと会話しながら自分の内臓を観察できます。おもろい。けそんな余裕なんだ。鼻も痛そうやけどな。まあまあ。あ、ね、麻酔すんだ。なるほどね。だから余裕なのか。その会話できるぐらい余裕があるのか。よし、まつげ塗れた。昔に比べたら細くなった。まあそうだよね、医療も進化してるよね。確かに。まあ人間ドックはじゃあまだいいか。いや、とりあえず健康診断からやることにするわ。まずはね、一旦ね。献血はなんか種類があるんですけど、全血献血って言って血を抜いて、その輸血パックとかにするために血を抜くやつは 400ml 抜きます。まあ、一応200もあるんですけど、基本的には400を推奨されてます。私はなんか体重がね50キロ以上じゃないと 400ml 献血できなくて、私ちょっと400だからできないんですよ。そうだから前は200でやってたんだけど、やっ
ぱ200ってあんま重要がないんですよ。まあそれは当たり前だよね。その輸血が必要ですってなった時にさ、そのやっぱ血液ってその拒絶反応とか起こる可能性ももちろんあるわけですよ、他人の血だから。だからその一人の人にじゃあ 800ml 輸血しなきゃいけないって時に 400ml を2人分と 200ml を4人分ってなると、やっぱ2人分の方がさ、その患者さんへの負担が少ないわけです。だから基本的にはもう400が推奨されてまして、であともう一つ種類がその成分献血っていう種類があって、血液の中のある一つの成分を分離して出して、その血をまたこの献血してる人に戻すっていう、必要な成分だけ抜き取ったらその血を戻すっていう成分献血っていうのがあって、それはなんかそのお薬とかになったりするんですよ。で取り出した成分からそうお薬を作ったりするんですけど、それは50キロの体重制限がないので、そっちの方が 200ml よりは成分献血の方が需要があるので、さやはもう最近ずっと成分献血しかしてません。そうなので、まあだから戻すっていう工程があるから、全血献血より成分献血の方が時間がかかります。そうそうそう、結構ね全血献血ねすぐ終わるんですよ。なので、まあもし皆さん献血行く際には、まあ、400ml がやっぱ一番需要が高いので、できるよって方はねそちらやっていただけると。でも普通に寝不足だったりとか食事食べないで献血行くと普通に具合悪くなりやすいんで、みんなしっかり睡眠をとって水分もとってご飯も食べた状態で献血行っていただいて、で献血の後は激しい運動はちょっと控えていただくという感じで、健康第一でよろしくお願いします。さやは2回ぐらい献血中に具合悪くなったことがあります。血抜かれてる時に貧血みたいになっちゃって中止してもらったことがあるので、気をつけて。あと普通にヘモグロビン足りなくてそもそも献血できなかった時もあります。なんかさ、献血する前に検査でちょっと血抜くんですよ。その検査に3回ぐらい引っかかったことある。そうそうなんですよ。やっぱあんま体重が軽すぎるとね、やっぱその体重の何パーセントとかからさ、血液の量ってパーセンテージがあるから、そのやっぱいっぱい血取ると体重ん全体の血液分の比率が上がっちゃうから、みんな気をつけてね、体調不良には。人のためにやって自分が体調崩したらね元も子もないんで、献血おすすめです。自分の血液なんかラブラッドっていうその会員みたいなやつがあって、それに登録するとその簡易的な血液検査の結果をね、献血した数日後に送ってくれるんですよ。そうそうそう、あこの数値自分高い傾向にあんねやとかさ、わかるんで。私はなんか血小板が多い。何回か献血してて何回か血小板が数値より標準の数値より高かったから血小板が多いんやなみたいな。こんにちは。なんとなく健康数値を測れるので、まあ、皆さんぜひ、なんか世のためにもなるし自分の血液検査も簡易的なものですけどできますんで、ご興味あればぜひ。献血行こうかな、そろそろ。
行かないとなってずっと思ってるんだけど、まああとあの飲み物飲み放題だし、献血ルームによってはなんかアイスももらえたりとか、あと漫画も読めるんで、皆さんぜひ。いいこと尽くし。こんにちは、こんにちは。行ってみる価値はめちゃくちゃありますんで、ぜひ。歌うまいんだね。嬉しい、ありがとうございます。でも全然決勝に残れてないのであんま上手くはないと思いますけど上手くはないと思いますけど、そう感じてくれる人が一人でもいたら嬉しい限りでございます。メイクできてきた。天鉄コン2の時も献血行く予定だよ。あ、大街道のめちゃくちゃ綺麗な献血ルームですか。マジ綺麗だよね、あそこ。よいしょ。いや、献血話してたら献血行きたくなってきた。予約しよう。あ、そうそう、献血ね、予約するとね、あの申し込んでても待ち時間少なくできるんで、あの予約おすすめです。よいしょ。献血推進ガールやってね、だから詳しいの。あ、いや、私はそもそも献血が好きになってから、献血ルームの人が、あ、そんなに献血好きだったら献血推進ガールになりませんかってなったから、因果が逆だね。好きになって詳しくなったから献血推進ガールになれたみたいな。衣装ワックス販売開始になったの。あー、買わなきゃ。ありがとう、教えてくれてありがとう。めっちゃ忘れてた。さやは元カレですの、あの白いパンツの衣装です。 MV のめちゃくちゃ可愛いんだから、あの衣装かっこいい、かっこかわいい。絶対に自分のアクスタ欲しい。旅行に連れてくんだ自分を。自分が自分を旅行に連れていくんだ。普段はテレビの前に飾って、あ、お、ちょ、今買おう。みんなの目の前で買うから、みんなも買ってくれ。ゲットしてくれよな。頼んだぜ。よいしょ。よいしょ。予約開始。アクスタ。アクスタをみんな、アクスタだよ。ご希望、高橋さやか1個、予約注文をする。ご購入手続き。よいしょ。メンバーはね、基本グッズね、生誕グッズ以外もらえないんですよ。なんか欲しいですって言ったら有料、なんかその手渡しでもらえるけど有料、お金くださいみたいな。そしたら別に普通に買うのと変わらんから、普通に買っちゃおうかな。
ちょっと待って、パスワード違うって言われちゃった。どのパスワードで登録したんだろう。終わった終わった。ちょっとメンバー割りないです。こんにちは。あ、そっか、送料ってこと。確かに、まあまあまあ、みんなと同じ気持ち味わおう。ああ、ID が違ったわ。こんにちは。意外とね、あのシビアなんです。パス、パスワードが正しくないだと？ああ、あかーん。久しぶりにログインできない。久しぶりにログインしたらログインできないんだけど。こんにちは。あー、パスワードも ID も何もかも違ったわ。すぐメールで教えてくれた。何もかも違った。嘘でしょ、何も覚えてなかった。衝撃的。パスワードを保存。こんにちは。あー、ちょっと待って、お届け先が実家になってる。やだやだ、この家に欲しいから。こんにちは。大和運輸がお届けしてくれるみたい。お届け時間は指定なし。あ、お腹鳴った。お腹空いてるわ。どう考えても今お腹空いてるわ。クレジットカードも入れなきゃいけなかった。あとでやろう。めんどくさくなっちゃった。めんどくさくなっちゃった。でもみんなは買ってください。おそろしよう、おそろいしましょう。元カレです。だからこんにちは。お代理の衣装着てるんで私。こんなとこで待ち合わせるなんて、ちょっと待って、勘弁。今になってなんでぎこちなくなるんだ。こんにちは。あとお腹出てるんで、お腹出てるんで。あ、真っ白で全然見えなかった今。こんにちは。まあぼちぼち配信終わりにしようかな。荷物の準備とかお話し会に行く準備が終わったら配信終わりにしようっと。ね、どのメイク道具持ってこっかな。ちょっと使わないやつはお留守番ということで。
こんにちは。何着てこっかな今日。それも悩むね。アイライン、アイシャドウも一応持っていくか。これも持つ。パウチーク、パウダーは持ったでしょ。こんなもんでいいか。よっと。サリのアクスタ予約して、あ、ありがとうございます。今日はどのカバンで行こうかな。これでいっか。お話し会の時いつもこれだな。サリちゃんおはまる、おはまる。ちょっといろいろ入ってる。全部捨てよう。これは北海道や。メイクポーチとリップポーチと、おはよう、ヘアアイロン、ヘアアイロンのコンセントを抜こう。生写真を注文したら何の衣装か分からないけど、え、生写真を注文した時には衣装を 見るくない。元カレデスの衣装ですよ高橋さんは。よいしょ。ヘア色入れて、櫛も入れて、あー櫛のこのカバーはあれなんでさ、私あーなくなるんだろう。あ落としてるわ、落としてたわ。と充電器、歯ブラシ、イヤホン、あと財布ね。お財布。こんにちは。ツイッターフォローした、ああありがとうございます、嬉しい。よいしょ。ちょっと待って、財布にレシート入りすぎてる、これはまずい。整理しよう。こんにちは。いらないのは捨てようぜ。いらない、すごい愛媛のレシートめっちゃ入ってる。これもいらない、これもいらない。あ、これもいらない。こんにちは。子はいるな。こんにちは。めっちゃ愛媛のレシート入ってる。愛媛で買い物しすぎです。よいしょ。こんにちは。
夜勤明けでお話し会であくびしたらごめんね。やだ、私もあくび我慢するからしちゃやだ。わがまま。これは取っておくか。これも取っておくだな。こんにちは。11時半ぐらいに終わりにしますね。配信自体は行く準備もぼちぼちせねばなりませぬので、こんにちは。かわいい、ありがとう。今日はお話し会なので可愛くしました。ねえ、レシート多すぎ。イカれとる。あ、これ友達のプリクラや。プリクラ、あ、ばばばば、落としちゃった。よいしょ。こんにちは。レシートこんなに入ってたから財布が厚いなと思ってたんだ。いや、なんか変に財布厚いなと思ってたんだよね。しかもそれさ、絶対にさ、あれなの、レシートもらっちゃうの、その場でさ。コンビニとかってさ、レシート入れあるじゃん。絶対にさ、なんかもらってっちゃうの。だからすごいことになるのよね。もらわなきゃいいんですけど、もらっちゃうもんで。よし、よし、こいつらは確定申告に必要なレシートなので取っておきます。大事。ここに入れとこ。はあ、財布が軽くなったぞ。はい、財布入れます。よし、これで準備は OK かな。OK かも。OK。 あとは着替えて歯磨いて家を出るだけだ。バッチリだね。バッチリ。ちょっとプリクラ財布に入れとこう。ゆうなちゃんとのプリクラも財布に入ってる。よいしょ。いや、確定申告は大事だよ。払いすぎた税金を取り戻さないと。そう。じゃあちょっと朝食代わりにみかんでも食べますか。朝ごはんに果物はすごいいいって言いますよね。そしてみかんを食べ終わったら配信終わりにしよう。そしたら11時半ぐらいになるやろ。2時間ぐらいはねしたいなって思ってたので。いや、なんかさ、先月さ、1月はいっぱいショールームしますみたいなの言ったのに、前半全然なんか、ほんと三が日はまあ暇だったからいっぱいショールームしたんだけど、あんまりショールームしてなかったなと思って。先月いっぱいするよとか言ってたのに、ちょっと最近ね、いっぱいショールームしてるんですけど、みんな気づいてました？なんかサイリン急にショールームいっぱい始めたなって、なんか言ったのにやらないのちょっと良くないなってふと思って、急にいっぱい始めた。まあ今日はね、夜できないので、そう
ちょっと朝長めに、朝ってか昼間長めにやってるんですけど、1月はショールームいっぱいしようと思ってたのに、なんか前半すごい少なめにしちゃったなーって、反省反省。なので後半はできる限りいっぱいショールームしたいなと思って、お話をみなと。だから後半はなんかいっぱいあのイベントごとがあるから話すこと多分いっぱいあるんだよね。みかんいただきます。明日は早朝、まあ、早朝って言っても7時とかだけどね、やるとしても。まあ30分ぐらい配信できたらいいかなみたいな。感じです。明日は。うん、7時とかに始めれたらいいな。起きれるのかな、それは。てか起きてからもう2時間ぐらい経つのが信じられない。今日ショールームなんかあっという間に2時間経ったな。2時間分も本当に喋ったかってくらいあっちゅう間やった。皆のおかげ。てかなんかダイエットの話がめちゃくちゃ盛り上がったな、珍しく。でもコメントが盛り上がると私側も楽しいよね。みんなが興味を持って聞いてくれてるのかなとかさ、楽しんでくれてるのかなって。コメントが止まると、あ、やばい、今の話めっちゃみんなつまんないと思ってるかもみたいなね、不安不安になる。そう、不安になっちゃう。起きてから4時間経ってるということは7時半とかに起きてんのか。早起きだね、素晴らしいね、素晴らしいね。でもさえは明日はそれぐらいの時間にはもう完璧に起きてなきゃいけないってことか。頑張んないといけないですね。今日食べてるみかんは三日日みかんです。三日日ってさ、どこ、静岡。三日日みかんうまいよな。遊びに来てよ、ヤホン。うまい、みかんうまい。静岡合ってたわ。なんか長野県はね、三日日食べることがなんか多い気がする。やっぱ同じチューブで近いからなのか分かんないけど、なんか我が家はよく三日日みかんがうちにありましたね。はい、ということで、お話し会にこの後向かいたいと思いますので、ぼちぼち終わりにしたいと思います。ランキング読みます。13位、ぴょこにゃんさん、違いました、ぴょこにんさん、ありがとうございます。
ジュニーズーシミケンスーケさんありがとうございます。ジチナオトさんありがとうございます。10位はビスケさんありがとうございます。9位アンバタさんありがとうございます。8位はサッピさんありがとうございます。7位ナンさんありがとうございます。6位ピアノマンさんありがとうございます。5位マンダリンさんありがとうございます。4位トモッチさんありがとうございます。3位ヤスさんありがとうございます。2位バイコゾウさんありがとうございます。そして1位はヤッチさんありがとうございます。ありがとうございました。ということで今日お話し会来てくださる方はぜひよろしくお願いします。今日は確かおしましでかおしべべべべ口が回りません。おしましができるはずなので、なんか気になったよって方はぜひぜひ来てください。ということで後ほどお会いしましょう。バイバイ。ありがとう。